健康チェック、ね、小鳥のプリントをねもらいましたよね、はい、それをちょっと出してもらっていいですか。それでこの子を写しながら話していきますよね。で、食事に関してはね、はい、そうここに書いてないけどペレットとパウダーは同じだから、はい、材形が違うだけでねこれをやった方がいいです。でサンプルがあるからこれも使ってください。ペレットとパウダーとね、はい、でまあパウダーも慣れてきたらさドロッとさせないで、まあ、茶しえするのにはねもちろん混ぜた方がいいんだけど、食べる皮付きじゃなくて泡玉のドライも食べるでしょ。あ、そうですね、はい、それに振り返っておく。その中にこのペレットもちょっと少しだけ5つぐらい入れとく、うん、それから本当はもうこれだけ羽が生え揃ってたら、うん、泡玉じゃなくて皮付きを食べてほしいんですよね。そうですね、うん、じゃあ皮付きも一応置いておいてください。あ、はい、皮が剥けるようになったらもう泡玉やめちゃう。あ、はいはいはい、で刺し入れてさ大体まあ1ヶ月ぐらい、はい、で1ヶ月ぐらいからその何かな、ペレットとかね、それから皮付きの混合の餌とかですね、それからあとはボレーコを食べてほしいんですよね。でこの皮付きはさ丸いのとなんか細いのがあるわけですよ。あ、はいはい、あります。丸いのが泡冷え切り、うん、長細いのがカナリアシードっていうんですよね。細いやつ、はい、でこちらが脂肪分が多くてさ美味しい鶏肉。本当ですか。この子あんまり好きじゃないみたいな。いやまだ慣れてないから食べれるようになったら。それから、まあ、ごめんなさい、刺絵のことを話しに忘れちゃったけど、刺絵はその泡玉ですね、剥いたやつね、はいはい、にあと本当はねそのボレー粉をね、うん、ボレー粉ちょっとでいいから、はい、ここに行ったボレー粉、すいません、ボレー粉を持ってきて、ボレー粉もない、ボレー粉があるんで、わかります？ボレー粉って。わかります、あの貝の。そうそう、貝の貝殻を潰して、それをもっと粉にしてさ、はい、もうここまではいかないでしょ、粉状にして、ほんの耳かき、10分の1ぐらい、ちょっとだけさ、ボレー粉のさらに粉ね。はい、ボレー粉の粉はほんのちょっとだけ、うん、ボレー粉の粉が欲しいそれにあとパウダー、はい、うん、でパウダーはとかペレットはね割と完全栄養食に近いから、うん、これやったらボレー粉もなくてもいいんじゃないって言うんだけど、まあでもボレー粉もやっといて悪くはないかなと思います、うん、じゃこれをしながらお消えとしてこの辺を、はいはいはい、あとパウダーもね、うん、この辺の食べる、あ、はい、あと泡玉ね、はい、あと泡玉ね、にかけてください。で、あとね、皮がついてるのと皮が剥いてあるの、泡玉って皮が剥いてあるやつですよね。はいはい、で、種がこうあるとですね、皮があって、中に種があって、で、ここに胚芽っていう部分があって、ここが一番栄養価が高いところなんですよ。で泡玉、剥いてあるやつは、一緒にね、皮と一緒に胚芽が取れてるの。だから栄養価があるとか食べられてないし、それが傷みやすい。で泡玉ってさ、開封した秘密をちょっと買いといてさ、もう1ヶ月経ったら次にした方がいい。だけどそれまでにもう本当はこっちの皮付きを食べれるようにしてほしい。そうなんですよね。一回ちょっと遅いかなっていうのは。それからあと、カルシウムの代謝。はい。めちゃ大事なんだけど、こういうさ、これのためにあのボレーが必要なんですね。それからあとボレーだけじゃなくて、うん、次には日光浴、日に当たることもすごい大事、はい、日に当たると UVB を浴びて、これがあのカルシウムの代謝を良くします。うーん、でこの UVB の毒性はね、ガラス越しは入ってこない。そうそう、網戸越しならいい、網戸越しならいいです、はい、でこれからでも寒くなってくからさ、うん、まあ、時間的にはね、うん、1分から30分ぐらい、うん、それぐらいで、はい、あ、もう長くやれる分にはやっていいですよ。ただ、はいはいはい、見てた方がいいよ、ね、そうですね、この子だけポンとセンターやるぐらい、怖い、怖い、ね、とっても危険ですからね。ちーちゃん、うん、だからまあ日光浴もししてないとまずは1分、2分、4分、8分、10分、ちょっとずつ時間長くしてあげてください。あ、
わかりました、ね、要はこのくちばしの腕の薄いね、はいはい、くちばしとかさ、はい、これがアイリングが色薄いですよね、うん、あそうですとことはどういうことかって貧血なんですよ。あ貧血ということは赤血球が足りてないんですね、はい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 、赤血球の働きで酸素を全身に送るからさ低酸素なんですよ、うんうん、そうすると低酸素体にねあちこちに酸素を送るわけなんで、はいはいはい、体の各臓器の機能がちょっと劣ってる可能性がありますね、うん、こういう色の薄い子はね。あとこれからの季節鳥が一番辛いんです。日内の温度差が激しいじゃないですか、はい、秋になると、うんうん、で温度差がストレスになって体調を崩す子も多いあということですね。そこをちょっと知っておいてください、はいであとは植物のご紹介ということね。はい。で、あこっちで。で、これでちょっと面倒くさいんですけど、このポロちゃんのね、健康チェック表をちょっと作ってほしいんですけど、体重を毎日測る。今24グラムですよね。でもし可能であればね、朝と夜と測るという。まあできる日だけでもいいですからね。朝晩。これはご飯を食べる前ですかね。いや、夜は多分結構食べた後、朝一番は食べる前、夜は食べた後です。あ、わかりました。それからあと、まあここでもいいか、ここは栄養補助だけど、まあ栄養補助は差し入れしてるからね。差し入れしたらさ、うん、何時ぐらいにやったか、はい、まあ見れるんだそのを見てさ。どれくらい入ってるかなっていう 100% なのか 50% なの か、はいはいはい、かければ書いてもいいんですけどなかなか難しいですね、はい、そこはね、はい、どれぐらいなのかな分かんないよね、はい、大体それかね本当はねもっと詳しく見ようと思ったら差し入れをする前の体重、はいはい、でスタートの体重そうするとあこんで差し引き 2g ぐらい、はいはい、水分があるありますかね差し入れそうですね、うんだから 1g とか 2g とかそういう書き方してもいいですよね。分かりました。から環境ねこの子の環境温度湿度これは朝一番の温度と、まあ、測れるんだったら昼過ぎと夜の環境温度をちょっと記録していただきたいというそれで元気だったらその環境温度でいいわけだけど、はいはい、それで体重が減っていっちゃうとかねうんちの数が少ないんだったらちょっと環境温度を整えてあげたら次の食欲はなかなか難しいだけど差し入れしてる子はこの差し入れを見ると何回やってますか一日今だいたい4回ぐらいですね。わかりました。じゃあまあ4回やるとしてね、はい、元気にさえずってますよね、うん、で元気にチュンチュン行きますから100と、うん、であとこの子の部屋をまあ1日最低2回は掃除してね、はい、床に何個うんちが出てるか、うん、大体でいいですよこれだったらちょっとうんちが大きいからさ今、はい、1,2,3,4,5,5個だけど、うん例えばこの辺の一番こっちの辺の長いやつはさ、はい、1個で2個分か3個分ぐらいの大きさなんですけどね、はいはいはい、だから、うん、うんちも大きいのと中くらいと、まあ、小さいとか普通と、はいはいはい、これ普通ねノーマルの普通、うん、大きい傷例えば5個分とかね、はい、2個分とかね、うんまあ、そういうことですね1個分がどれが1個に近いかなこの辺かなこの辺のが真ん中ぐらいですか、うん、そうこのすぐ2つ並んでるのこの、はいはいはい、止まり木に近い方が1個分ぐらいかなうんそんな感じで数えてもらえると、はいはい、そうすると例えばね例えば今これ数えていますね、はい、と3個分が1,2,2個分2個分が1,2,3,4、うん2個分が4で1個分が1と、はい、こんな数えたらそうすると合計は、うん、数だけで数えればね7個だけどさ、うんうんうん、調味はあ違うでしょ、はい、3が6と2が8と15個分ぐらい出てるよと、うん、実際は7だけど15個分ぐらい出てるよと、うん、ちょっとこれ言うのは簡単だけどちょっと慣れるまでとっても大変だからもしこれが無理だったらこっちなしにして実際の出てる数だけでもいいです。ああ、なるほど。はい。からおしっこはこの水分とそれからまあうんちの前に水分がありますよね。はい、はい、それがおしっこですから、うん、まあ出てるかどうかですね。うんうん、からまあ他に何か気がついたことがあれば、うん、こういうちょっと健康チェック表をちょっとね、はい、1週間ぐらいつけてみてもらいます。あ、わかりました。でもしくは、うん、もうこれから買
っていくわけだからさ、はい、この子用のノートを作ってもらってね、品質と原、まあ、品質、体重ね、はい、1番は体重、2番が運賃、で、あとは、まあ、3番に環境で、4番ぐらいに挿絵のこと、挿絵はもう回数を減らしていきたいわけですよ。そうですね。ね、だから今4回やってらっしゃるから体重が維持されてたら1回3回にするとかね、それでも体重が維持されてたら2回にするとかね、そうするとだん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 この皮付きは常時、皮付きとプレートは常時置いといてもらって、はい、なんとかそちらを食べるようにしてみてください。わかりました。それが一つで、続いてしつけ、まあ手伸びだからその手には慣れてくれてると思うんだけど、長くなったから一回